マミムメモさやかです。黒の奇跡2の談笑をやってるところでございます。青い空、白い雲、白い砂浜、やはり姫という存在をネタバレされましたやっぱ姫来てんだな手前は手前ルクレツィアさんだったりする。これルクレツィアさんではあのですね、ちょっとタイトル変わるの早すぎるんよなてか待って、アーロン埋まってるアーロン埋まってるんだよな。しかもカメラ目線なんだよな。バン君どういう視線なんだろうな、それななんかアニエスちょっと恥ずかしがってていいですね。うーん、え、ルクレツィアさん、え、本当になんかあれだね、エルライハーウッドさんとルクレツィアさん本当に同じ立ち位置って感じするね。エルライハーウッドさん結社裏切ったりするのかな、どうなんだろう。ルクレツィアさんも確実にメイシュさんから頼まれたみたいな感じじゃない。なんかここだけでいろいろ想像できますけれども、続きやっていきます。よし、じゃあネメストマラソン、わお、していきますか。今2階なんだ。へえ。おー、え、ここバン君だけの部屋。あー、庭園ここで行くんだ。おほーすごーい、うわすごーい、すごい、もう完全にバカンス、心はバカンスですねおはい、あ、ここ入れないんだ、惜しいシャワー見たい、トイレかもしれないけど、うわー、布団見てこれ細かー、えっ、これ上ガラスなんだ、え、怖っ、使うの気使わない、これちょっとさ強めにさスマホ置いたりしたらパリーンっていきそう着眼点。はい、で出まして、どう行こうか。メイドさん、ミニスカートなんですね。リディアさん、オーナーの意向で室内の設備に関しても最高品質のものを取り揃えてる。おー、すごーい、窓の外の景色もちゃんと変わる。203、え、誰が誰ってわかる、これわからんか、さすがに。おー、すごーい、その明かりとかのエフェクトとかもすごい。さすがになんかさすがになんか変なもんないよね。上から行こっか。いや、何にもないと思うけど、何かあるかなと思って見てしまうのがアルコム中。これあれなんだね、カードでロックするタイプなんだね、細かいな。え、まあ、何もないですかねで、この1階繋がってないんですね、この建物は。じゃあ1階におりまして、ミラのラウンジ、うん、いろいろと注文もできるみたいだな。あ、そうなんだ。ここは冷房が効いてて快適だね。うんうんうん、ボイスがあったぞみんなで、ここと向こうがつながってるのか。うーん、あー、なるほど。君たちは、あー、待って、クリアさんじゃない、クリアオーでした行くって言ってた。へえ。船に乗ってる間もずっと楽しかった。船で来たんだ。ま、え、ってか同じ船だったぐらいな感じじゃないこれ。やだー、家族旅行。クリオ書記官とこんな関わることになるとは思いましたか皆さん、千の奇跡やってた時に。よかっ
ったね。新しい水着買ってもらったの。へえ。行きたいわ。よかったね。テレサ支配人、あ、支配人さん。未開発エリアが大半占めている。アクティビティってなんだろう、めちゃくちゃ楽しみ。とりあえずスイカ割り系のミニゲームがあるのかな。さすがに、あ、バスケならぬ、いかがいたしバレー、あ、タイレル通信ありました。そして何買うんですか。アニエスに送れる南国気分を味わえるプルメリアをかたどったブーケ。シルキーココナッツオイル、オイル、肌をすべすべにしてくれる香りのいいココナッツオイルをフィルティエンにあげる。ホワイトレザーサンダル、リゼットさんに南国気分を味わえる純白のレザーサンダル。エキゾチックパレオパレオあげるんだ、バン君。南国気分味わえるエキゾチックな模様が入ったパレロ。腰回りをなんとかせいっていうこと？ビビットパラソル、ガーディオンに贈れる色鮮やかなパラソル。女の子にあげるんだ。キンケイドに贈れる、女の子だけじゃなかった。大人の男にふさわしいシックでおしゃれなサングラス。サマーニットキャップ、レンちゃんに贈れる夏でも涼しい上品な印象のニットキャップ。またお声掛けいただければ。はい、わかりました。外見てみようか。こうやって見ると急に、マジすぎる。トンネル、廃墟界、気になりますね。なるほど、仲いいですね。何飲み物、なんだろうそれ、ココナッツジュースとか。中でもアルマータ壊滅後に書かれた特集記事は大変興味深く考えさせられるものでした。タイレル通信ですごいいい文章が書かれてたのってマリエルちゃんだったよね。いや、すごいすごいマリエルちゃん。今後の活躍楽しみ。そしてレンブライト様、あなたの論文は画期的なものばかりですね。エルザイムでの動力ネットの普及にあたってクロスベルのモデルの解説など勉強になりました。動力ネット網の構築に関して新たに解釈を加えた論文も発表する予定。さすがだな、レンちゃん。なんか教授の代わりにも書いてたんじゃなかったっけ、論文。いや、全然いいよ。いや、全然お気になさらず。推測？推測？間違えた、まあいいか。そうなんだ、へえ。ね、光栄だね。日頃からアンテナを広げておく。ほんとね、職業ってのもあるけど、まあ日頃からそうありたいよね。そして、おー、まあじいさんといえばオリビエですからね。最近オリビエと話とかしてんのかな。春綿と王の同情だけでなく、いろいろな段取りも。相手が考えると危険が含む。あ、はーい。
若い犬たちはビーチで海を満喫してる。年配組は遠目で見守る。なあクライド、あれバン君バン君、バン君若い方では。いいツッコミ入りました。いや俺は別にあんたと同年代じゃねえよ。またまた。うん、うんうんうん、確かにね。エルザイム、まあエルザイム行ったことないからわかんないけど、東の国に比べたらね。あ、そうなんだ、へえ。確かに責任重大だね。まあまだね、ジンさんも今そばにいるし。あれ、あ、ここは関係ないのか。ここ入れないんかね。入れないわ。自然あふれる。すごい、これ何の花。ついでに行くか。これなんだろう、この先。なんか丸く、あー岩か。でも宝箱とかあるわけではないんだよね。え、絶対なんかここあるんですけど、クエスト系で。来る時にも見かけたが、うん、岩礁みたいだな。遠浅だし泳いでいけなくもなさそうだ。うん、やっぱりこれ A ボイス拾う。まださ、ロンライの時の A ボイス拾いはすぐにメンバー変えられたから行けたんだけど、なかなか骨が折れるなとか言いながらやってるかもしんないけど。そこがやるのがさやかさんなんだよな。なんでなんだろうな。なんでも見たいまんすぎるんだよな。すごいね、本当に周り水平線で何にもないね。こっち何、これ一応あれなんだろうね、魔獣よけなんだろうね。ここ何、まあなんかスタッフの方の休憩所とか、まあ道具置き場とかなのかな。よし、ちょっとあんまり遠くにならないうちに、これ誰の車。うわー、見て見て見て、モナだっけ、東京ザナドゥのマスコットキャラ。細かいな、誰があそこまで見るんだろうね。私は今見ちゃったけど。で、え、あれ勢ぞろいだな。エスメレー教授。ああ、バン君たちだ。ここにいたら会えるんじゃないかって思ってたよね。ハミルトモンかな、久しぶりじゃねえか。話には聞いていたが、噂通りほんわかした感じの人だね。うわ、会話ある。あー、そうなんだ、純粋に。あ、誰かと思ったらカトル君だった。私が衣装変えといてなんですけど。みんなをびっくりさせようと思って大成功だったみたいだね。こっちはこっちで思わぬ再会をしちゃってたんだけど。どこの御仁かと思えば、あー、え、え、どういうこと、なんで。いつぞやの裏解決屋だったか。君たちまで旅行に来ていたとはな。てかファーストネームビウなんだね。言っておくが、くれぐれもこの島で騒ぎを起こすんじゃないぞ。え、どう。ようやく取れたせっかくの長期休暇、台無しにされては困るからな。そういうこと。せっかく取れた長期休暇ってどういうこと。辞めさせられたんじゃなくって。え、長期休暇だったんですか。でもこの前の取締役会で。え、そういうことだよね。よ、余計なことを言うんじゃない。なんか不本意な長期休暇っていうことだよね。タイレル通信でもひっそりと報道されてた。あー、今日のやつかな。今年に入ってベルヌ CEO を解任させられた。はいはいはい。ビール飲んでる、昼間から。去年のキャラハン教授の件が原因。
その責任を追及されはした。ジスカールの親方などは反対してくれていた。あーまあね、なんか思い入れはあるもんね、ジスカールさんは。あ、自分で責任取るまで退くなと思ってのほか、確かにね。横やり？横やりか。でも多分グラムハートさんじゃない？なんだろうな、意味深だな。グラムハートさん、うん、まあね、まあ寄生虫をお察しするけどね。飲んでる飲んでる。あ、そうなんだ、出かけていっちゃった。置いてっちゃった。まあね、あのベルヌ社のトップだもんね。いいな、涙が見えたのなら、それは私が失った栄光の輝き、こぼれ落ちていくのか。いいな今の言い回し。誰がうまいこと言えと。何作ってるの？あー美味しそう。ヨークくん、ヨークくん、君は誰？家は本土にあるけど、こうやってたまに父ちゃんの仕事を見に来てる。へえ、へえ、親孝行だね。そこにいるだけできっと可愛いんだろうな。ラザフォードさん、普段は本土の高級ホテルで働いてる。定期的にこちらへ単身赴任してる。へえ、へえ。でもここに来るまでその船使ったりなんなりいるのにね、大変だね。ピザか、こういうとこのピザ美味しそうだね。ロコモコ。あれだよね、あのハンバーグの上に卵が乗ってるやつだよね。わあ、リゾート感あふれる。ありがとうございました。はい、美味しそうです、いただきます。こんな人いた？3階にいる。ジャニスさん、ネメシス島に来るお客様はセレブが多い。まあ確かにね。エルザイムの広告飛行船とか、今日は珍しいお客様が来てる。正体不明だけどスタイル抜群な金髪と銀髪のお姉様方。あれ、私ジュリス、ジュリスか。あ、忘れてた。大変だな、ここやるの。うわ、結構見えてるな。うわ、大変だな。酔いそうだな。あー、ここにエスメレーさんが入ってる。うん、かわいいよね。こんなもんかな。でカトル君も移動したということで。おお、この開放感がたまりません。ビーチっつっても顔見知りばっかだが。で、おい、あいつらは？どこ見て言った？向こう見て言った？向こうかな。これ何？アクティビティかな。ああ、このユーウィングさんだ。はいはい、準備中。へえ、あーはー、なるほど。あの始まりの奇跡ではさ、バナナボードボートに乗るやつだったけど、あー、この二人仲いいね、ほんまね。思っていたより冷たい。いいね、なっちゃん混ざりたいかね。今日会話量やばい、これ。なんだこれ。あ、海で遊ぶの初めてなんだ。へー、これから少し泳いでサンゴ礁を見に行く。へえ、そんなのあるんだ。すっごく綺麗だから一度は見ておくべきって観光ガイドにも書いてあった。そんなもの見てんだ、なあちゃん。
へえ。クラゲやイソギンチャクね。なあちゃん物騒。それなら私も水中で銃は使いませんけど、五剣持ってますから。海で何か起きても皆さんを必ず助けてみせます。頼もしますな、頼もしすぎますな。やばいですな、口の周りが。エリちゃんはほんといつも可愛いね。あとでバンさんとも一緒に見に行きたい。なるほど。何も言わないですか、バンさん。どこまでいけるのこれ。あ、ここまでですね。意外といけるな。意外と使ってますよ。なんか海の色変わってるね。南国というか、なんというか。赤ドル君ここに移動してる。ここにいるんだったらスーツじゃない方がいいよね。僕はそもそも泳ぎが得意じゃない。背泳ぎは悪くない。ああ、そういうこと。でも意外と顔つからない、背泳ぎもね。平泳ぎが一番こう楽にできるよね。初心者には習得しやすい。そうそうそう、顔を水面上に出し続けられることから周囲の状況も確認しやすい。犬かきをしてるんだ。防水仕様なんだ。へえ。さすがだね、ゼロス。時間があったら付き合ってやるか。お兄さんですね。ゼロスもワクワクしてんね。ちょっとタトル君脱がしてあげよう。コスチューム。おお。いいね、いいね。なんかクエスト、あ、クエストなのか。オッケー。あー、これあるよね、これ。このゲーム、あー、青の奇跡かのインターミッションで、ストーリー中かなんかにやってたかな。いいよ。見るからにビーチを満喫してる。いい眺めですな。最高の気分か。まあ確かにね。遊んでいる方々の様子を録画してる。そうなんだ。高画質で裏解決屋のメンバーを録画中。同時にクラウドへデータを転送。マジ。博士もカトルも言ってた、思い出を記録しておくと後で振り返って楽しめる。そうだね。それを機械が勝手にやってくれるのありがたすぎるな。だってもし自分が撮影者だったら自分って映らないもんね。もう今十分楽しんでるんだけどな。つまりみんな楽しそう。みんなが楽しいとピヨも嬉しい。ピヨいい子。わあ、いい、見てリゼットさん美しい。いや、ほんとだよね。リゼットさん、よかったね。美しい。そうだな。エレインちゃんのあの、首にちょっとかかったさ、遅れ毛みたいなのがめちゃめちゃ可愛いんだけど。うわ、美人。唇がなんかまた憎らしいな。これはパレオをプレゼントしますわ。ちょっとエレイン、その腰をなんとかしてくれ。もらっておくわね。まあ私には見えるパレオをしている姿が。やっぱりルクレッツィアさんだよね。知らなかったな。知らなかったか。
水着で日光浴っていうのはこうも気持ちいいものなんだねそうやろ。高く澄んだ空に紺碧の海、ロケーションも最高やしね。何してるの？ネックレス気になる。ただこの季節とはいえ日焼け対策が大変なんよ。まあ太陽はいつでもあるしね。13工房に頼んで日焼け止めでも作ってもらえばよかったわ13工房の無駄遣いではそういうのも作ってくれるんですか何やってるんですか。お先にのんびりさせてもらってる。何飲んでるんすか。むむ、二人とも抜群のスタイル。なあちゃんもこんなだったらすーちゃんを。警戒させ、警戒っていうか、なんだろうね。うにネメス島に来た理由は観光だけやあらへんけど、気が全然乗らない。サボってまおうかと思ってた。へえ、今回は仕事があってきた。なんでその仕事が私たちと被るんですかね。真っ当なバカンスというものを一日と試してみたかった、体験してみたかった。今頃黒金たち焦ってない？姫様ってなってない？少なくとも今のところはあんたたちは動くつもりはない。なるほど。仕事としてはね。アクティビなんかは全力で楽しませてもらえる。ああ、誘える系ってこと？どうだかね。ビーチバレー、はいはいはい強に乗りすぎなければうっかり全力を込めて相手の腕をへし折ることもなさそうだし、かわいい。恐ろしいわ。あ、持ってる。この水着も黒金たちに隠れて買うのに苦労した。そうなんだ。うわぁ、なんか静なって何でもできそうだな。でもなんかなんだろうね、こう自由に生きるのってある意味羨ましいよね。私結構人の目気にしがちというか、なんか変に真面目だからさ、こういうことできないタイプなんだよね。羨ましい。いや美しいなぁ。はい、なんか海岸見るだけで結構時間経っちゃったいやー、今回のパートはこのぐらいですかね。ちなみにだけど向こうら辺とか行けるんかな。うわー、なんだろうね、ただのフィールドっちゃフィールドなんだけど、なんだろう、特別感あるね、このただの茂みにもなんでだろうな。あ、ここ通れないんだ。なんかいかにもって感じだね。向こうも行けないのかな。ハイスピード、こういう時にハイスピードモードいいよね。わ、なんだなんだなんだ、いいね。あずまやか、ここで休憩できそうだなめっちゃボイスあるやん。うわ、なスーマーだったらここで二人でいるのすごい似合ってるよね。あ、いけないんだ。オッケーオッケー。で、向こうが未開発エリアって呼ばれてるところね。ここは？ここもなんかよくわからない行き止まりで降りることはできない。で、こっち行って、こっちが道路なんね。空気がうまいね
何おっさんくせえこと言ってやがる。リゾートなんざはしゃいでなんぼだろうがよ。うわぁ、一人一箇所あるかな。なんだここ全然…うわ、え、待って、遊撃士協会違うわ、市長協会だ。あ、そう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 だ、これか、廃協会だ。入り…十数年は放置されてんな。理由はわからねえが、十数年でこんなんなる。わ、なんか色合いってすごいね、なんかゾクゾクするね。急に静かなのもだし、まあでもなんか一般的なカルバイドでよく見える教会の。え、なにこれ、え、今までこんなあった。今までこんなあった場所って感じだね。え、まあね、あそこなんか、あそこからなんかこう転移できたりできるようになったりする。謎冊子、まあ、入れるってことはそういうことですね。あ、見なかったことにしよう。見なかったことにして、向こうもなんかあるっていう感じで、今回のパートはここまでにしようと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。